生活習慣病というものとか現代病でそれに対しての我々は商品構成で今アプローチをかけ始めておりますマシュマロピローっていってですねもう肌触りがの食べるお菓子のマシュマロみたいな、まあ、今まで日本国内ではないようなですね素材を使った枕それとシートそれとまあ腰だとかにお尻の下に置くクッション類になっています。 他社メーカーさんが使っているものは通常プラスチックであれ、えー、ポリウレタンとかいうその繊維ですね手前どもの,の商品のもともとの原型は全て液体構成だっていうところですね数年間寝れなかったっていうお客様がですね寝れたっていうお手紙を頂い,いたりすることが一番今うしいですね。 えー、友人の中にですね獣医さんが一人おりましてうちの枕の実はユーザーでもあったんですけれどもそこに敷いてあるゲルをペットの生活習慣病予防床ずれっていう褥瘡ですねそれに最適効果があるっていうのをちょっと紹介をいただきまして、えー、本当の,あのメディカルドクターとアニマルドクターの方とのいろんな声を集めた状態で商品化をさせていただいた商品が何点かあります。 心が豊かって,書いて心豊かって我々は思うんですけどもその人間のもともと本来持ってる良さっていうものを我々の睡眠だとか音楽とか食だとかそういったものを通した教会をこれから友人たちとですね作り上げて海外にも発信していきたいと思ってます。